山寺です、今日はですねまたフービルね入ってます、前回ねお邪魔しましたミラージュさん、そう再訪問ですわ。まだまだねちょっと食べたいものもあるし、ここのお店私気に入ってるんでね、ちょっと短いスパンでありますけども、再訪問したいと思います。撮影許可出るかまだ分かりませんよ。前回 OK でも。これがね店内です。これ立ち飲みスペースですね。でここが僕が座ってるとこは座り飲みの3席あるんですよね。1、2、3、僕は真ん中にちょうど座ってますけどね。なんかこの辺本が置いてあってね、多分あの前に聞いたけども、ここのマスターがねたまに暇な時読むらしいですよ。まあ僕が読んでもいいんやろうけどね。まずはですねチューハイのレモンで、皆さんお疲れ様です。まだ10時なんですけど、実はもう2軒目なんです、すでにここで、1軒目はね串カツ食べてきて軽くね、で2軒目突入ですわ。このレモンチューハイ美味しいわ。あのねほんまにレモンっていう感じ、あのすごいあの酸味があって、レモンのこれ好き、こちらですねおつまみ3種盛りがありまして、大と小があるんですね。大は500円、小は300円、私はもう小にしました。あんまりねあのいろいろ食べたいんでね。でこちら、右側からこれうずら、ね、で焼き豚かな、焼き豚で、これはアボカドの明太子ソースあえっておっしゃってましたね。何からいきましょう。このアボカド明太子ソースあえっていうのいってみましょうか。おいしい。あアボカドのちょっとこうなんていうの、油っぽさっていうかな、ちょうどこの明太子ソースがめちゃくちゃ美味しい、めちゃくちゃ合います、これうまい。もう完全手作りですね、間違いなく。でこの次焼き豚、煮豚かな、いただきます。これも美味しいわ。あのね甘すぎないとこがいいっすわ。だいたいこういうのって、いや別にいいんですけどね、甘辛が多いんやけど、あのあっまっていうぐらいのちょっと甘さ控えめのチャーシュー、でも辛くないんですよ、酒のあてにぴったりね。美味しいですねここね。いやほんま美味しい、ほんまに美味しいわ。全部手作りでしょ。ね、やっぱり違う。もう食べたらもうねすごい美味しいっていうのが分かりますわ。でこれ前回も食べたかもしれませんけど、うずらのねうずらにいいですねこれ。まあここは座ってゆっくり飲めるんでね、嬉しいですわ。まあただし座って言うてもここの3席ね、一応でもさっきの立ち飲み席にも一応、何客か折りたたみの椅子を置いてます。だから空いてる時だったら全然座っていいと思いますよ。混んできたらねちょっとねそれは申し訳ないから立ちますけどね。美味しい、ね、気に入ったのがこのアボカドの明太子あえ、相当美味しいよ。口の中に入れた時にね、このアボカドの甘みとかねあって、あとこの明太子ソースがむちゃくちゃ口の中で広がるんですよ、マイルド感っていうか。これはすごいうまいわ。まあ、 いつもあるとは限りませんで、あの日替わりなんでね、これはこの明太子ソース相当おいしいわ。ここはもう気に入ったね、定期的に来たいなと思いますわ。で、この前飲めんかったハイリキをねちょっと後で飲むかなと思うんです、ハイリキ。こちらですねハムカツ、これ100円ですよ。ちょっと100円、すごいな。これ野菜までついて100円で、これは多分ね原価すれすれのとこちゃうかなと思う。でねハイリキ、
こちら入り際ね500円です。あのこれねグラスにいっぱい入れてもまだ入ってますからね。入り木とハムカツをいただきたいと思います。入り木です。入り木、うん、入り木の味しますわ。ほんまにええかげんなこと言ってると思ってるでしょ。ほんまに入り木の味やから、入り木やし、実際これやからこの入り木ですからね。で今度ハムカツ、お好みでねマヨネーズかからしつけてもらってるんですけど、私このまま食べますからね。あ、うまっ。うん、このハムカツもおそらく自分のところでパン粉付けしてるんだろうなと思いますね。美味しいもん、うまっ。ここね、あの100円やから言って侮れないですよ、うん、ちゃんとしてますから。美味しい。ほんで揚げたてのねサクサクのハムカツを出してくれはるんですよ。嬉しいですよね。で入り気でしょ、もう酔っ払いますよこんな、うん。こちらですね、オムレツ308円なんですけど、山寺が今まで想像したオムレツとは全く違うオムレツで、これ香りするんですよ。鉄板が熱いんで気をつけてくださいとおっしゃってましたけどね。いただきます。オムレツです。あ、うまっ。これあの相当美味しいですねこのオムレツ。なんかねとりあえず美味しいとしか言いませんけど、これすっごいな。これはこのオムレツは今まで食べたオムレツ、普通のあんなオムレツと思っとったんですけど違うんですよこれ。もちろんオーブンで焼いてるんですけど、口の中焼いた瞬間にねかなり旨味が広がるんですよお口の中に。このオムレツはねメレンゲ状にしたやつをあのオーブンで焼くんです。多分オーブンで焼いてると思う。時間かかるんですよ、はい。でこの焦げね、焦げちょっと見えるかどうかあるか分かりませんけども、うん、もうこの口の中に広がるね何とも言えん味わいですよ。やばいね、うますぎて。ここはね本当にあの料理こだわりがあるんでしょうね。すごいこだわり感じますわ、うん。はい、こちらですね、カニクリームパスタですよ。見てこれ、うわちょっとこのクリームの加減がうまそう。真ん中にカニの身があってね、おお下手や。ちゃんと綺麗に取れへんけど一旦こっちに置きます。これでいただきますよ。いただきます。うまっ。パスタの茹で加減もアルデンテで、カニの風味がねぎっしり詰まって、このクリームのマイルド感がねたまらんわ。相当美味しいパスタやでこれ。口の中に広がるクリーミーな、たまらんなこれ、うん。これ600円でいいんですかっていうような感じのレベルのすごいパスタ。これ相当皆さん美味しい。このカニクリームパスタで毎日あるわけじゃないんですよね。そうです、気分で。気分ね。黒板のメニューが気分でやってるんで。そうですね、あの黒板に書いてるやつは気分ですよね。こんな美味しいやつだよのに。まずかったスーケース。もうこれ美味しいのにな。あの時々しかないと思うか気分らしいんですよね。あれば食べてください。もうすんまに美味しいこれ。クリームがものすごい甘みっていうか、もうマイルドっていうか、もうこれ下手な表現でごめんなさい。とにかく美味しい。もうねほんまにすごいわ。もうここのねあのお皿器の周りに残ってるこのソースね、これも全部食べないとあかん。
こんな美味しいパスタ食べたい久しぶりかも、うん、ものすごい美味しいねこれ、あーうまっ、何これっていう感じです。ごちそうさまでした。すいません、ありがとうございます。今ですね、立ち飲みミラージュさん、再訪問いたしました。やっぱ美味しい、ここはほんまに美味しい。うん、あのね、最後のね、締めに食べたパスタ、これレベル高いですよ。うまかった。うん、600円で、あれ結構ボリュームがあってお腹膨れてね、カニの風味もたまらんし、あのクリーミーなマイルド感も、ね、本当にたまらんですよ。体験していただきたいと思います。ということです。いつもですね、山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録のもお願いいたします。もうミラージュさんね、私短いスパンで再訪問してますからね、美味しいの分かると思います。では